こんにちは、こんにちは、クラゲでございます。なあちゃん、運転姿なんかキモくね。どうもこんにちは、イカでございます。おいはい、人台見た？人台は見てないですね。見てない。ワリカだけ見たやろ。でもワリカは見たかもしれない。見たな。え、はなちゃん、キモくね。運転姿ちょっとやばいな。あいつさ、グーできんの、はい、グーってかハンドル握るっていう概念。いや、あいつ足多すぎ。足なんていう、手。あいつさ、靴しか履いてなかったよ。確かに。あいつ、いつそんな、何手袋を入手したの。まあ、高等技術ですから。他のゲームでそういうシーンあるんかな。ああ、これは、あの、花ちゃん直立型。マリオカート7から出てるって書いてたから。あ、おるんじゃん、あいつ。7やっ、マジ7やってた時からするとあったのかもしれない。あ、じゃあ違和感ないのか。俺7やってへんし。この7あんま見てないよね。まあやとしてもちょっとなんか嫌やっちゃった。気持ち悪いです。ですから。だって花ちゃんってさ、芋虫であるがゆえに花ちゃんじゃない。確かに名前は可愛い。で、まあまあ花ちゃんや。見た目は知らんけど、まあ、ちゃんの鹿か。うん、鼻でかいしな。それはマリオか。いや、そうやけど、やっぱあいつがおお何しちゃうの。謎の行為ばっかしてる。なんかあいつがさ、なんか体感あるのキモいな。体感、体感って言い方よ。だってそのなんていう、まっすぐしか行けへんかったやつがさ、急にさ、なんかそのなんていう、座ってるのやっぱりさ、あの違和感あると思うやん。確かにな。だけあの花ちゃんはハンドル握ってるって話したよ。はいはいはい、しましたね。靴、まあ普通は靴履いてるけどさ、そのハンドル握れるってことはさ、あの靴の中全部手ってことやんな。靴の中全部手。あの5本指じゃないと思うけど、あれ白い状態で靴履いてるってことやんな。うん、そうやな。だからそれを想像したらなんか余計気持ち悪いなら。がダブルで、感じかもしれない。ダブルの感じっていうか、手袋オン手袋。手袋二重でしてる。手袋は、いや、まあまあやとしてもちょっとなんか、はなちゃんの見方変わるよな。おい何してんの。もうやだ。いや、だからはなちゃんには俺は取ってほしくなかった。確かに。あいつは。あいつは体感を手に入れるべきじゃなかった。もうちょっとグダっといてほしかったっていう。いや、まあ、グダってるというか、いや、芋虫は芋虫であれよ。自我っていうか、自立するなよ。確かにそうやな。ちょっとあれな、なんかあれやけどさ。まあ、ちょっとな、体感を手に入れた花ちゃん。そのプレイ映像とかもさ、おーい。見たけど、やっぱりお前どういう原理でそこ立ってるんってなるよ。つなぎ目を考えるとそのボディからの体感を奪われへんやん。ボディからの体感ね、確かにそう。なんか物理法則にあいつは反してるよ、やっぱり。確かにそんな感じするね。だからあいつ、まあまあ、なんか頑張ったんやろな。参加したかったから。鍛えたんちゃう？で、かな、それか、多分自分の中の何かを任天堂に打った。打っとる。もうだから僕は、花ちゃんを使いません。というわけで、ありがとうございました。ありがとうございます。